なんて言うんだろう、実感がないっていうか。でもいざこう写真とか映像とか見ちゃうと、うわってなっちゃうんで、煽りの時にこうな流れたじゃないですか。うわ勘弁してほしいな、この状況だと思って、自分いつもヘッドホンしてるじゃないですか。あれを首にしたんですけど、もうそこをこう耳に当てて聞かないようにして。いやちょっと勘弁してよって思っても、まあでもヘッドホンあったんで、あれなかったらまあうわ最悪泣くみたいな感じだったですけど。あの試合で多分ボロクソ言われてますね。やめこの野郎って。いやもうそれはもう覚悟。ダメ出しはちょっと聞かない。はいはい、もう覚悟します。ないですよね。二瓶さんが亡くなったっていうのは亡くなった、試合は試合、いくらこう別々に考えてたとしても気持ちの整理が多分ついてないんで、はい。